奥深いシンプルなものが奥深いんですよね。でもう一つインカ帝国の時代からの笛、サンポーニャっていうんですけれども、これはね、さっきのちくわみたいに向こう見えましたけれども、あれは試験管とかペットボトルみたいな缶、管、底がある、そういったものをこう長さ順につなげた、これもとってもシンプルな、これはね、音出してるんです。今私も水飲みたいんですけどこれね、ペットボトルとか皆さんやったことありますかね。そう、あれ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 全くあれと、あれと同じ原理で音出してまして、ちょっとだからね、音出すの大変、これはこれで大変なんです。肺活量がいいので、ね、健康にいいような悪いような私下手なんであんまりならないですけど閉めてよ皆さんもね、なんかね、ペットボトルで飲むときにちょっとやってみるといいかもしれません。ならないわそう、一番短いの、ね、長さが短いと赤いやつだ。ウクレレみたいなギターみたいな、これはチャランゴと言いまして、ね、チャラチャラチャラっていうこの乾いた軽やかな音色が特徴のアンデスの楽器なんですが、これ知らない方見たら絶対びっくりするんですけども、これこれね、アルマジロなんです日本でもね、ね、猫の三味線とか蛇の三線とかありますけれども、アンデスにアルマジロが住んでますので、そのアルマジロで作っちゃったギターみたいなのがチャランゴと言います。今はね、さすがにあんまり作ってないそうで、アルマジロではね、木で作ってるのが主流になってきているそうです。これは昔ながら。でポコポコいきますか。で同じ動物の楽器、これは太鼓、ちょっと音聞かせてもらっていいですか。おー本当にこれボンボと言いまして、もう名前の音のまんまになるボンボ。これこの叩く面がですね、なめしてない毛皮、モフモフのモフモフの毛皮そのまま張ってまして、これは牛の毛皮ですね。ちょっと気持ちいい、石破犬みたいな感じアンデスの方では山とかヤギとか使ってるのもあるそうです。じゃあ100回も行こうかな。これはチャッチャッ、これもね、音のまんまチャッ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 と言いまして、これはヤギの爪切りした後の爪をつなげて作ったっていうね、そういう楽器です。人間の爪もね、いけるかもしれないですよね。ちょっと面白いですね、デコった爪とかでねはい、じゃあこの辺にしようかな。とりあえずそれではアンデスのミニ楽器紹介でした。ありがとうございます。それでは次の曲はですね、南米はスペイン語を使っている国が多くてですね、フォルクローレの曲もスペイン語の歌詞がついて、歌がついているものが多いですね。次の曲もスペイン語の歌がついています。曲名はロサカルミ、日本語だとシップの柄、赤い柄、そういう意味の曲です。それではロサカルミ。ではプリメーラ、
クドバラでした。そして次の曲、フォルクローレ中心とか言っておきながらの看板に偽りありな感じで恐縮なんでございますけれども、次の曲はまさかの演歌でございます、ね、演歌の心をインカの楽器で演奏する演歌で演歌ありがとうございます、演歌の心を演歌の心を丁寧に乗せて北のカモメもアンデス目指す演歌の音色で奏でるは津軽海峡冬景色。最後は花祭りっていう、アンデスの山あいのちっちゃな村の賑やかなお祭りの曲で終わりたいと思います、
コーヒールンバっていう曲ありますけれども、あれも実はホルクロールの曲でして、それで、最後は終わりたいと思います。